元神チャンネル。こんにちは。元神チャンネル男の悩み解決編シーズン2です。ドクターの元神です。ナビゲーターの萩原です。よろしくお願いします。元神先生、はい、なんとシーズン1はおかげさまで、はい、本当に多くの方にご覧いただいて、もう本当嬉しい限りです。ますます熱くお届けしましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回は、包茎手術を受けたのに、また被ることはあるかについて、先生に解説をしてもらいたいと思います。はい、先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。ユーザーからのご質問、いただいております。包茎手術を受けて10年になりますが、しっかりと出ていた亀頭が半分ほど被るようになりました。以前より10キロほど太りましたが、太ったことと関係はありますか？どうでしょう？はい、やっぱり太るとペニスがこう体の中に埋もれてしまうんですね。で、その体のちょうど、土手って言われるところの皮膚が余計に、そうですね、その竿の方に、亀頭の方にかぶってきて、また包茎、状態になってしまうというのは、珍しい話ではないです。なるほど。これもう太ることは要注意ですね。そうですね、はい、はい、まあ、僕らも50に近くなってくると太りやすいですから気をつけないといけないですね。はい、あともう一点は、最初に受けた亀頭、包茎手術が、どういった手術かにもよりますけども、綺麗に亀頭直下であれば、また被る可能性は低いんですね。で、ペニスの真ん中あたりぐらいで、処理したような場合ですと、やっぱり後から被りやすいっていうのはありますね。なるほど。いわゆる環状切開と呼ばれる、竿の真ん中あたりで縫う方法、ピンク色の皮が残るタイプのですね。はい、わかりました。はい、次です。現在体重が100キロを超えていますが、ペニスが埋まり込んでいます。包茎手術をすれば完全に亀頭が出ますか？手術後もまた被ってしまいますか？というご質問です。はい、体重100キロですとやっぱりかなり、滑覆がいいと思いますので、皮の被りも大きいんですね。はい、で、やはり皮 の切除できる量っていうのは限りがありますので、取りすぎちゃうとやっぱり勃起した時に突っ張ってしょうがないっていうのはありますから、やっぱり限りがあるんですね。はい、で、その場合はですね、包茎手術を受けた上でさらにこの、ペニスが埋まり込まらないようにする手術というのがありますので、はい、それと一緒に、受けるのが一番ベストではありますね。なるほど。はい、それは埋まり込まない手術というのがいわゆる長い茎の術と書く長茎術ですね。そうですね。なるほど、なるほど。はい、わかりました。またそれは別で特集を組ませていただければと思います。はい。はいはい、次です。太っていると皮の測り方、包茎手術の時の皮の余りの計測の仕方は変わりますか？普段の埋まり方と勃起の長さに差がすごくありますということですが、どうでしょうか？手術の時の皮の切除量っていうのは、かなり経験によって、こちらとしては十分予想ができるというか、いろんなことを予想した上で切除しますので、その治療後に何かが困ったりっていうのはほとんどないですね。そうなんですね。はい、じゃあある程度埋まる人で勃起すると長い人でも予測はついて、はい、綺麗に皮を取って縫えますということですね。はい、わかりました。安心してください。はい、はい、次です。座るとペニスが埋まり込み、はい、皮とともに陰毛を巻き込むようになりました。はいはい、痛そうですね。はい、もう一度包茎手術が必要ですか？この方は、はい、7、8年前に包茎手術を受けていて、はい、その後、埋まるようになった、体型が変わってしまったということですが、どうでしょうか？これも、皮がやっぱりかなり余ってるような状態でしたら、もう一回包茎手術を受けることをお勧めします。で、もう一つは先ほどお話したように、その埋まり込みが強い場合は、埋まり込まないようにする手術を受けていただくといいと思いますね。なるほど。はい、埋まるからといって安易に、
もう一回包茎手術をやってしまうと、はい、勃起した時足りなくなるってことはあり得るわけですね。 ありえます、それは。あ、はい、分かりました、はい、まあそれはじゃあしっかりと見極められるドクターの経験が必要ということですね。はい、そうですね、はい、分かりました、はい、本上先生、最後に包茎手術後再び包茎に戻らないための注意点改善点について何か対策があればお願いします。まあ、対策としてやっぱり、太りすぎないことですね。まあ、ちょっと難しい、まあ、結構難しいんですけど、それが、はいはい、まあ、太りすぎないようにすることが大事ですね。はい、はい、なるほど。まあ、あとはもうどうしてもかぶってしまったときはやっぱり、まあ、そうやって専門の、機関にちょっと聞いて軽い気持ちで大丈夫ですので、はい、聞いていただければ、相談いただければいいと思います、ね。はい、わかりました。はい、はい、諦めないで、まあ、言っていただければ対策はあるということですね。はい、わ、はい、かりました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。